ますね、はい、ここの部分も作ろうと思ったら作れます。だからこう一本にボーンってパイプでいっちゃうのもできますし、はい、例えばここがかなり消音効果高いと思うんですよ、はい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 、ですしここに関してどうするかですよね。これを取っちゃったらボリュームはそこそこ上がると思うんですけど、はいはいはい、イメージで言うともうパイプでポーンと通すイメージで僕は。あ、そうです。太鼓なしでってことですか。太鼓なしで、車検の時になんかここに詰めるやつとかあるじゃないですか。ここでそれでしょ、ノーマルに戻さはるかですね。おお、その度に、うんうん、でこれはインナーサイレンサーつけられないですよ、これでは。ああ、こういうやつですね。うん、ただし、まっすぐ出てるものに対して蓋やから、こう蓋できないんで、そうですね、ここは。これぶち抜いてこうとかできるんですか。できますけど、ここを切らんとあかんので、はい、左右どうしますとか出てきますよ。なんか、左右に出せないんですか。右左と。はい、そうです。はい、はい。そういうイメージだったんですけど。右左やったらこう分岐させる感じですね。はいはい、そういうと、はい、どっかで二股に割ってこうだった。そうですね、はい、そういうイメージですね。はい、それはどうするんですか。これ下、いや、下だと低すぎるんで、ここなんかジグソーなんか切ってもらったら。ただここに、はい、私だいぶテールちっちゃしんと溶けますよね、それ干渉してこれが、うん、そう、あ、熱を持つんで、はい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 。